血の気が多いな。邪魔だ。血の気が多いな。行くぞ。邪魔だ。手加減は期待するなよ。 それだけだ。そう焦るな。 Yeah.
こを見ている。邪魔だ。行くぞ。狙う理由はないな。
街道を外れると魔物も出没します。お気をつけください。ご乗車になりますか？回れば怪しい場所がきっとあるはずです。異変も見逃すわけにはいかん。
せるな。狂い咲け。泥棒とは呼ぶなよ。どこを見ている。泥棒とは呼ぶなよ。やっ、魂の光をいただく。お前の宝は何だ。来るぞ。ついてきてみろ。なぜここに。手伝ってあげる。その方が面白いもの見れそうだし、女神の信徒を調べてるならこれは押さえておかなくちゃ。信徒さんたちの宝物、予言の書。この機械には未来が記録されてるの。そう、予言の書に映ったことは必ず実現する。えい、予言の書の内容は絶対に実現する。これが私を殺す狩人。そう信じてる連中がこんな映像を見ちゃったらどう考えると思う。想像つくでしょ、解放者。ああ、終末の日に解放者が現れ世界を滅ぼそうとする。しかし一人の英雄が邪悪な解放者を倒す。うん、横島なる解放者を闇の狩人が殺すだろう。あいつが私を殺すというのか。そういうこと。でもいつまで待っても狩人が出てこないから、解放者、つまりあなたに似た人を殺し始めたわけ。狩人が出てこない。闇の狩人は、ノエルは姿を隠しているのか。そういうことは本人に聞いたら。ノエル・クライス、お前が闇の狩人か。そう呼ぶ奴もいる。予言に従って私と戦うつもりか。予言は従うものじゃない。嫌でも現実になるものだ。あんたが本当に解放者でこの世を壊すって言うなら俺に殺されるしかないんだよ。世界を壊す気はないが、私が神の命を受けたのは事実だ。私は人々の魂を導く解放者としてここにいる。
予言は真実か。わかった。予言された戦いの時はまだ先だ。時が満ちたら決着をつけよう。あくまで信じるのだな。あの映像は真実の未来だと。今まで半分疑っていた。500年前に消えたあんたが今さら現れるかよってな。だけどあんたは帰ってきた。もう信じるしかない。俺はあんたを殺す。4つの数が揃ったな。女神の神殿の儀式に乗り込むぞ。ええ、急ぎましょう。儀式が遂げられたらまた罪のない女性が殺されます。女神の信徒と共に儀式に加わっているかもしれない。何にせよ現場に向かうしかないですね。電話が鳴ったら4つの数を答える。北駅の向こうに墓場がありますよね。あの辺りで呪文のような声を聞いたんです。誰かを呪うような不気味な声でした。Thank you.
どこを見ている？カオスに浮かれたか？容赦はしない。いらっしゃい。